茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。ひたちなか市に県内初の盲導犬訓練施設ローリーハウスが完成し、昨日竣工式が行われました。全国で11番目となるこの訓練施設は、昨年末に発足した財団法人全国盲導犬協会が運営します。県内に訓練施設が誕生することで、近くに住む盲導犬利用者が頻繁に訪れることができます。施設は木造と鉄筋コンクリートの平屋建てで、床面積はおよそ134平方メートルです。訓練犬は最大10頭が収容でき、盲導犬利用者が犬と共同訓練するための部屋が3室用意されたほか、食堂、相談室などが整備されています。盲導犬を次の対応を受けたい、外来をしたいというときにきちんと対応できるように、でもそのときにいい盲導犬で、完成度の高い盲導犬でなかったらユーザーさん困りますよね。いわゆる伝統的な盲導犬育成手法、技術があったと思います。ちょっと欲張って次の世代を繋ぎたいですね。